シャレなんだよ。インポ、なあどこ行くんだよインポちゃん。ちょっと待ってくださいよ。なめだるまのままは嫌なんでね、子供に金がかかるとか、嫁もやらしてくれない、風俗行く金もないと、そういう人は逆に、いや僕経済になったらやったラッキーって思っとけばいいんじゃないですか。インポインポアイナントボイスレーインポ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 。どうも IMP Q です。42歳です。よろしくお願いします。で、僕がなぜインポになったかっていうの原因が分かっていて、そもそもそんなに勢力がないんですよ。で、筋トレをやってまして、いや精子を出すと筋肥大に影響するっていう風にどっかで見たんですよ。っていうのは、その筋玉パンパンとかよくアダルトビデオで言われてるんですけれども、そうなるわけないじゃんと思って調べたんですよ。破裂するなんてあるわけないじゃんと思って。真面目か。その出さなかった精子は、これ袋する、出さなかった精子はその消滅して、そのサプリメントとか BCAA とか EAA みたいに体に吸収されてまた新しいのが出るできるらしいんですよ。だからそれ出しちゃうと精子っていうのは、説明しよう。BCAA、EAA とは、粉末状のサプリメントで、胃を介さずに筋肉に吸収されると言われているパウダーなのだ。タンパク質、ミネラルが豊富で、亜鉛とかよく言うじゃないですか。それが放出されてしまうんですよね。その生命1個できる分ぐらいの栄養が出ちゃうんですよ。要は生理もそうだし出産みたいなもの。クレオパトラはそれを摂取して美容の元としていたらしい。それを出すぐらいだったら体に吸収された方がいい。で、テストステロンっていう男性ホルモンの、その筋肥大に必要な男性ホルモンも一緒に出ちゃうし、その出した後賢者タイムとかよく言うじゃないですか。それの要は闘争心とかなくなっちゃうわけみたいなんですよ。だからあんまりその格闘技とか、そスポーツとかやってる人は、その筋力して闘争心を高めるみたいな、戦うための準備みたいなのをした方がいいみたいなことを聞いたりしたので、それでちょっと筋力してみたんですよ。そしたら普通に1ヶ月とかできて、半年ぐらい余裕だったんですよ。でも、出した時の勢いはすごいんですけどね。そんなムラムラしないし、そもそもね。どうでもいいわ。だから、いけんじゃんと思って、半年に1回ぐらいを3年ぐらい続けてたんですよ。普通に同僚に言ったら信じられないと思ったんですけど、僕はできて、眠気の方が勝っちゃうんですよね。そもそも性欲がないから、で、いざそういう場面になった時に、あれ？おかしいなってなったんですよ。で、これはもうすぐ楽になりたいんで、解決したいんで、すぐ悩んでてもしょうがないんで、ちょっと恥ずかしかったんですけど、そんなの関係ねえと思って、 It doesn't matter なんで、で、病院に行ったんですよね。泌尿器科です、病院は。そこで受付の人がね、女性2人でレンタルビデオのレジが女性だった時と似ている。ちょっとね恥ずかしかったんですけど、やっぱり。でもまあ順番待って、恥ずかしかったんかい。したら薬くれたんですよね、すぐに。でまあその薬を飲んだら、すぐじゃあちょっと試してみるかと思って、ちょっと触ってみたら、すぐ立ったんですよ。そんなにムラムラしてないのに。
で仕事中もそんなに女子高生とかおっぱいとか見ても膨らみとか見ても全然来ない、いつも通り来ない。俺触らないと無理なんですよ。触らないと立たないから。だからで、まあ、知り合いの人に触らせてもらったらギンってなって、あすごいなこれと思って、その海綿体がいつもよりパンパンになるんですよ。これすごいなと思って。で36時間持続するらしいんですけど、それそういうし性的刺激を加えると反応するみたいな、俺みたいな何にも感じない人でも、まあ、すごいなと思って。で36時間超えて3日目ぐらいでまた試してみたんですよ。さあ全然来なくて、で4錠もらったんで 2回試して2錠飲んだんですよ。そしたら2回目飲んだ時の36時間以降だから48時間後ぐらいに試したらいけたんですよね。でじゃあいけんじゃんと思って、治ったじゃんと思って、また3日後に試してみたらまた立たないんですよ。と思ってどうするべきかと思って、あもしかしたら俺ふと思ったんですよ。ゴールドジムに通ってた時、高重量スクワットやってた時すごかったんですよ。4年ぐらい前か、自分の中でですよ。その AV 男優とかになれるとかじゃないですよ。友達の性欲強いやつよりもすごかったとかじゃないんですけど、自分なりに毎日ムラムラ来てたなと思ったんですよ。でまあ近くにジムができまして、それでまあ80キロとか100キロぐらいの重さでスクワットやってたんですよ。そしたらまあそっから1週間ぐらいで何にも飲まないで行けるようになったんですよね。で波があって、でも昔よりは全然立つようになってて、だからまずスクワット、足の運動、いやウォーキングとかしてるんですけど全く効果なかったんですよ、そっちの勃起の方には。だけど高重量のスクワットをやり始めてからなんか立つようになった気がするんですよ。だから高重量のスクワットまずやってください。でまずさ、真っ先に悩んでたらもうすぐ病院行ってください。はい、これが一番人それぞれなんで、どれが自分に合うかはちょっとね試してみて、まず薬をもらうこと、恥ずかしがらないで楽しんでいきたい。恥ずかしいってことは楽しんで生きていけないんで、恥かくとかそういうの考えない方がいいです。いざの時に立たない方がよっぽど恥かくんで、はい。環境は人それぞれだと思うんですけどもね。あとは亜鉛のサプリ、亜鉛とマカが一緒になっ、亜鉛とマカとスッポンが一緒になったサプリメント、一応補助として飲んでます。某有名なやつ、ヤズヤのやつ、はい、あとはギャバ、ヤズヤニンニク卵黄スッポン入り、睡眠の質を上げてストレスの軽減をする。まずストレスが原因だと思うので、僕あんまりストレス感じてないんですけどそうなったんで、もともと強い人ともともと弱い人の差はあるかもしれないんですけど、だから結婚して子供に金がかかるとか、嫁もやらせてくれない、風俗行く金もないと、そういう人は逆に、勃起不全になったらやったラッキーって思っとけばいいんじゃないですか。だって性欲強い人ってお金かかるじゃん。俺は性に対してそんなに金かかんないけど、いざという時相手に申し訳ないなっていう気持ちがあるんで、せっかく俺の体を求めてくれたので返さなきゃいけないじゃないですか。そういうなんか変な使命感があるんで、なめだるまのままは嫌なんでね。相手にまあ言ってもらうことが一番なんですけど、舐めるだけの舐めだるまはね、ちょっと自分的にも嫌だなって、俺も楽しみたいなっていうのがあるんで、ぜひまず
お薬をもらって、そして高重量スクワットをやってください。以上です。いいか、インフォ、俺みたいなチンピラさんよ、まだこんなもんなんだよな。ハハ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 ハ